小笠原清はフリーアナウンサー。東京都世田谷区出身。名前の姓は外国人から呼称された時に認知されやすい音を意識して名付けられたという縁を説明している。中学2年までは鉄道の運転手を目指していたが、夜勤をしていた母親からポケットラジオをもらったことがきっかけで、ラジオ番組の深夜放送を聞くようになると、その影響からアナウンサー志望となり、 放送業界に関連のある印象から堀越高等学校に進学し、1997年3月、同校卒業。同年4月、朝日川大学経済学部に指定校推薦にて入学。就職試験にて、放送局のアナウンサーを志望し、内定がもらえず就職留年。翌年の採用活動にて、秋田朝日放送から内定を受けて、2002年3月、 同大を卒業し、同年4月、秋田朝日放送に入社。内定後研修として、同年2月15日から10日間、キー局である、テレビ朝日でのアンケイ列局の新人アナウンサー研修を受講。アナウンサー兼研究担当記者として、高校野球中継やニュース、健康法番組を担当。しかし、体調不良により同年12月末付でに、 秋田朝日放送を退職。地元である東京に戻り、しばらくの後に2003年7月からフリーアナウンサーとして SO プロモーションに所属。主にスポーツ実況やスポーツ番組を担当し、2011年より事務所との契約を解消し、個人事務所を立ち上げて活動している。また、2016年6月から日本放送の契約アナウンサーとして、 泊まりの定時ニュースと、ショーアップナイターのスタジオ担当をしており、そのため、同局アナウンサーの新行一課と一緒に2016年、リオデジャネイロパラリンピックに派遣され、現地取材を担当した。プライベートでは2017年12月に結婚した。ありがとうございます。